この動画は緊急事態宣言が発令される前に、撮った動画です。どうかご了承ください。ね、ということで、緊急事態宣言がね、発令されて、まあ、今、5月1日です。緊急事態宣言が発令される前に、撮った動画です。だからね、2週間ぐらい経ったんですかね。ということで、やっていきます。風船ってあるでしょ？風船。風船ってあれなんか、こう、軽いじゃん。ね、なんで軽いかって調べたら、空気より軽い、違うわ。これは風船の、何？だそうです。空気と同じものだから軽いらしいですよ。中にも空気が入ってるし、今も、このね、瞬間も空気だから軽いみたいな感じらしいです。だから空気はあんなふわ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 してるらしいです。空気だから。ね。調べました。で、あれって、こう、バーンってやったらなんか、ビョンってなるでしょ。今ここに、ちょっと風船あるんだけど、ほら、こう跳ね返るし、そもそも、ほら。だから、思いっきりやって、これを壁にぶつけて割ります。壁で割ります。ね、あの風船はちょっと、ゴミなんで。何ですか？一番いらない。じゃあ膨らませるとこからね、やっていきますよ。まずね、風船って膨らますときにこうやるわけですよ。なんかわからんけど、伸ばすといいみたいな。膨らませました。今からこの風船を割りたいと思います。割と多分数回ぐらいで、バッっていくの。見てて。いきますよ。ふっ。あ、俺、蓄積していこうかな。ぐっ。いった！顔にめちゃくちゃ当てるわ、これ。何やねん。今結構もうね、ひび入ってきてるんで、わかるかな？ちょっとひび入ってきてるんで、もう多分時間の問題。やっぱね、田島のクソ力っていうのがあるんで、まあその、今のはやめよう。今のいらない。田島のクソ力いらない。ちょっと待って。ああ、疲れた。今めちゃめちゃ休憩してた。しんどいわ、ちょっともう。じゃあ、やっていきます。割れるわけないやん、こんなん。本日のご視聴ありがとうございます。ね、動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録ね、お願いします。SNS もやってます。バイバイ。